らはネクスコ中日本諏訪ハイウェイテレフォンです。午前より30分現在の高速道路情報をお知らせします。現在中央道稲城インターから高井戸インターまでの区間で集中工事を行っており、車線規制になっています。また高井戸インターから調布インターまでの区間で2カ所での集中工事を行っており、車線規制になっています。はじめに中央道上り線の情報です。この時間、勝沼インターから高井戸インターまで80分ほど、勝沼インターから八王子インターまで55分ほどかかります。なお、順調な路線は長野道の上下線、上信越道の上下線、中部横断道の両方向、中央道富士吉田線の上下線、および圏央道の両方向です。高速道路は一方通行です。行き先を間違えた場合や、行き過ぎてしまった場合も、次のインターチェンジで降り、料金所係員に申し出てください。本線上や料金所付近での U ターンは絶対におやめください。以上、ネクスコ中日本諏訪ハイウェイテレフォンよりお知らせしました。